姉妹はおかしな精霊だ。このスーパー、おお、さあカルタ大会に魂を捧げし選手たちよ、我が将兵に応じ自らの出自をここに示せ。まずは一人目、うつろなる千の魔道具を仕入れし者、ウェーズ。アクセルの町で魔道具店の店主をしていますミズと言います。よろしくお願いします。二人目、希代の踊り子にしてカルタの伝道師、リア。故郷の文化がこんな風に受け入れられて嬉しく思っている。今日はよろしく。そして三人目は、我が名はアルエ、コーマ族随一の発育にしてやがて作家を目指す者。封じられし我が瞳が誰よりも早く真実の札を見抜く。さあ新たなる伝説の幕開けだ。早速最初の句を読み上げよう。かはい。アルエさん早い。さすがアルエね。ちなみに今の句って、甘美なる月の雫に酔いしれて神々の宴果てずに続けり。意味はよくわからないが、コーマ族らしい句だな。恥ずかしい。ねえ、心なしか獅子舞がご機嫌斜めな気が。ふむ、にぎわいが足りないということか。まだまだ、我らのカルタはこれからだ。お次はこれ、みはー。早すぎる。いや、今回は誰も札を取ってないよ。では今の掛け声はどなたが。いやー、読めてくれ。アムアム。大変だ、頭をかじられてる。こうなっては仕方がないな。皆の者、コーマ族の進化を見せる時だ。待って、ここで魔法なんて打ったらみんなも巻き添えよ。せっかくのお正月祭りがどうしましょう。お正月、そうか、魔導鍵盤。獅子舞たち、お正月の歌を聴いてくれ。あ、魔導鍵盤からも音楽が。カッ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 カ。さっきリアが歌っていた曲だ。喜んでいるようだね。カッ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 カ。おお、曲に合わせて踊り出したぞ。負けてられん。我々も太鼓や笛を用意するんだ。この音楽に乗れ。この芝、私の故郷では正月の曲があるんだ。この巣場、カッ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 カ。獅子舞さんたち、大きいのも小さいのも楽しそうですね。ユンユンも歌うかい？さっき教えただろ。はい、それじゃあ
ラー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 。ほう、なかなか悪くない。獅子舞たちも夢中になっている。ユンユンよ、今後族長になるまでの間、高魔族随一の獅子舞使いを名乗るがよい。絶対に嫌。あおー、獅子舞たちが帰っていく。きっとお正月をたっぷり満喫して満足したのでしょう。また来てもらいたいものだな。その時にはもっと素晴らしいカルタを用意しておこう。地位名誉共柄さえも投げ打ちして、孤高の我が子荒野を目指す。かっこいい、さすが族長。でもここってどっちってこと？ふむ、忘れないうちに書きつけておこう。高魔族カルタとして後世に残さねば。お願いだからやめて。正月なんて毎年同じようなものだと思ってたけど、今年は新鮮だったな。おかげでいい刺激になったよ。私は新年からどっと疲れました。お疲れ様です。高魔族の皆さん楽しそうでしたね。私の方は、私がいない間にバニルさんが過去最高売り上げを出していました。もっと休んでいいと言われてちょっと複雑な気分です。それはご愁傷様です。ユンユンさん、お手紙が届いてますよ。あ、ありがとうございます。誰からだ？またお父さん。時来たれり、赤き者と赤き者の衝突、血で血を洗う狂気の宴。今や滅びの時は我が眼前にあり、崩壊を止められるのは何時のみ。不甲斐なき父を許してほしい。願わくば幼の娘が新たなる覇者とならんことを。もしかしてまた里が大変なことに？ いえ、さすがの私も一月の間に二度も同じでは食らいません。多分こういうことだろう。カルタが里で空前の大ブームだぞ。お前も挑戦者として戻ってきなさい。そしてチャンピオンになれ。リアさんの言う通りだと思います。はあ、お父さんたら。私はまた里に行ってみたいな。え、どうして？久しぶりに故郷の文化に触れることができてちょっと嬉しくてね。大胆なアレンジが施されてはいたけど、ああいう正月も斬新で楽しいじゃないか。そういうことなら私と一緒にまた里に行きましょう。このスバ、楽しい気分にしないと帰らないなんて、獅子舞はおかしな精霊だ。私の故郷では正月の曲があるんだ。楽しい気分にしないと帰らないなんて、獅子舞はおかしな精霊だ。